これから私の身近に起こった一つの小さな奇跡の話をしたいと思いますこの奇跡誰でも心がけ一つ変えることで起こすことができるようなものでした私はこの体験を通じて学んだことをいろんな現場で頑張ったり困ったり悩んでいる人に伝えることで何らかの応援メッセージになればいいなと思っていますじゃあまず最初に確認です救急車です救急車は1分1秒争う これ間違いないですよねじゃあなぜ1分1秒争うと思いますか人は心臓が止まってから3分でだいたい50%の方がもう助からなくなります大量出血している場合30分を過ぎると1分ごとに救命率というのは最大10%変わってきますこれが救急医療が1分1秒を争う理由なのですでは我が国では119番通報をしてそして医師が治療を開始するまで 何分かかってると思いますかドイツではこの時間を15分でやってます我が国では何分だと思いますか10分でしょうかそれとも20分でしょうかちょっと見ていただきたいと思います10年前我が国では27分もかかっていました約ドイツの2倍ですねでもこれは10年前の話です10年間でいろんなものが進歩して便利になってきましたじゃあ10年後の現在時間はどうなったでしょうか 残念ながら11分伸びてしまいましたこれはなぜでしょういろんなことが言われています高齢者の方が救急搬送される人が多くて、えー、搬送される方が多いので増えているそしてドクターの負担が大きくてなかなか救急病院が手が回らないそして残念なことにタクシー代わりに救急車を使う人もいるそういうようないろんな説がありますでも実際のところ皆さん 救急の現場っってて見たたことあありりまますか私はありませんでしただから自分の目で現場で何が起こってるかやっぱり見てこなければ課題や解決策は見つからないと思いましたそして私は消防署に頼み込んで救急車に乗ってきましたそして私が救急車に乗ってどんな光景を見たか救急隊員が一生懸命電話をかけて病院を探しているんですね現場に病院の情報がないんです どの病院に何かの先生がいてそしてどの病院がどれぐらい今救急車を受けることができるのかこれが分かりませんでしただから現場の救急隊員はひたすら一軒一軒電話をかけてそして医療機関を探しているこれが日本の救急医療の現状でしたこれって現場の方が悪いんでしょうか僕は違うと思いますこれは仕組みが悪いんだなと思いました 乗った救急車の中でいつまでたっても現場を動けないその救急車の片隅でこれが本当にその命を守る最前線の現場のあるべき姿なんだろうかということを強く感じましたこれをなんとかしたいと思いましたそれで思ったんです例えば今日皆様方が飛行機に乗ってきた方もいると思いますそして前の日ホテルに泊まった人もいると思いますインターネットで簡単に空席って探せますよねなんで病院は探せないんだろう疑問に思いました実は 探すシステムというのは日本全国どこにでもありましたでも全く使われてませんでしたなぜかそれは救急車の中にそもそも携帯電話しかないのでインターネット環境がないんですね救急車の中で情報を見れなければ全く使うことができませんそれで私はまず最初にインターネット環境を救急車の中に持ち込めないかと考えました最初はモバイルパソコンを持っていきました狭い車内でモバイルパソコンは使えませんでした 揺れる車内ではマウス操作なんかできっこありませんでしたというわけで現場からは大反対を受けました次に考えたのはスマートフォンでしたこれは便利ですよねスマートフォンだったらやれると思いましたそしたら救急隊員がスマートフォンを触っていると遊んでいるように見えちゃうだろうと言われてしまい現場から猛反対を受けてしまいましたこれもダメでしたそして私がこういう失敗を重ねてたどり着いたのがまあ今日実物を持ってきているんですがこの iPad でしたこれを 県すべての救急車に配備してそして遊んでいるように見えないようにこういうエマージェンシーカラーをつけましたそして万が一患者さんの血や体液で汚れても使えるように防水シートを貼るとこういうことを考えましたでもなかなかそういうことを思いついても現実は甘くありませんでした私は県庁の一職員なのでこういうことを思いついたからといって予算を使う権限がありませんでした私の権限では実は鉛筆一本も買うことはできません そして悲しいことに当時佐賀には iPad を売ってるお店がなかったんです。iPad どこで買ったらいいんだろうすごく困りました。そして iPad の使い方もよく分かりません。現場の隊員に話をしたらまた何か新しいことをするのかともうやめてくれという,ような反発もありました。県庁の中でもそんなことはできっこないやっても無駄だということを言われました。まあ、誰も味方もも方いいませんでしたで何度もそういう まあ批判とかですねえ反対にあいながらもうこういう取り組みできないんじゃないかとやめようか諦めようと何回も思いましたでも最終的にこの iPad 救急車に全部今佐賀県では載っていますなぜそれが実現できたのかこれはたった一つの理由でしたそれは私自身があの動かない救急車の片隅で絶対にこの救急医療困っている人たちの現場を変えるんだと自分自身で決めたからです 自分自身でまずやると決めてしまえばいろんな課題はあるとしたってそれは単にハードルが高いか低いかだって超えられないという理由にはならないんですねだからまず皆さんも何かをやってみる時はまず自分自身でやるんだと決めてしまうそれは非常に大事だと思いますただ私自身は非常に無力な人間だったので1人では何もできませんでしただから私が何をやったかというとこのように多くの人 権限を持っている人やれる人に働きかけました一緒にやりませんかこういうことで救急医療を変えませんかこういうことを呼びかけましたその結果佐賀では以前はですね救急車の中では電話をかけるしかなかったものが今では iPad を使ってどの病院がどんな先生がいるどれだけ空いてるっていうのを見ることができるようになりました。 この iPad どこでも置くことができます。座席の上に置くこともできます。座席の下に置くこともできます。これはでも揺れるんで救急隊員にやめてくれと言ってるんですがここがいいと言われたんでここで置かれてまあ今のところ1台も壊れてないんですが使われていますで。ケーブルもないのでどこでも使えます。救急車の中でも外でも使えます。すごく便利になりました。こういう仕組みができたことで現場の声もだいぶ変わってきました。じゃあ現場の声ををちょっとご覧ください病院選定をす,るする際に えー、病院があのかぶらないように事前に iPad を見て同じ病院に2台とか3台救急車が行かないようなあふうに利用してますそうですね救急医療っていうのはもうあの時としてこう坂本医師は iPad を用いた新しい救急サガネットに共鳴し行政をバックアップしている。やはり、まあ、救急医療 そうです、ね、こう人間の力ではこう補えないようです、ね、時間の短縮っていうのをこういった IT の技術を借りて短くしていくと,、えー、ということが非常に大事だと思います。という現場の声もありましたそしてやってみてですね実際どういう効果があったか時間はどれだけ短縮したんだろう、まあ、気になるところですよねこういう効果がありました時間は半年のデータで分析したところ約1分縮まりました なんだたった1分かと思われるかもしれませんでもこの1分非常に大きな1分だと思います先ほど私が言った通り大量出血している場合30分を過ぎると1分ごとに10%救命率が変わってきます非常に大きな1分ですよねそして混雑具合が分かるようになったのである特定の病院だけに救急搬送が集中するということがなくなりましたこういう状況がみんなで見えることになったので救急隊員同士そして救急隊員と医師が連携して協調できる体制なんかも生まれてきました そしてコストです実はこういう仕組み全国どこでも似たようなものはありました佐賀ではこの仕組みに年間6700万円使っていましたでもこの iPad を使ってそしてやり方も変えて入札も競争を入れてやったところなんと6700万かかっていたコストが2700万まで下がりました年間4000万円浮いたんですね5年使うとすると2億円の削減になりました じゃあこのの2億円の削減どうしようか佐賀ではこれまで年間2億円かかると言われていたドクターヘリこれの導入を見送っていましたでも現場がこれだけ頑張ってるんだったら県もその思いに応えなきゃいけないということでドクターヘリ今までのスタンスを変えて佐賀でも導入することになりましたこのように現場の頑張りやそういう連携体制が、まあ、県も動かしたということになりましたで我々はこの佐賀での経験を自分たちだけのものにするのではなくやったことの情報を全部オープンにして ノウハウハはどこの自治体にでも教えていますその結果日本中で今現在6つの県で全ての救急車にスマートフォンやタブレット端末が使われていますそしてもう日本の半数を超える自治体でそういうことの導入の検討が始まっています近い将来ひょっとしたら皆さんの身近で救急隊員が ICT を使って人の命を助けるという光景が当たり前のものになるそういう日が来るかもしれません。 そしてこのシステム、我々も完璧だとは思っていません。まだまだ搬送時間、ドイツに比べると長いです。なので、私もドイツやスイスに行き、こういう先進国の制度がどうなっているか、こういうものを学んで、よりよくまたこのシステムもブラッシュアップしていこうと考えています。これが私の身近で起きた、ほんの小さいことかもしれませんけれども、奇跡の話でした。私はこの話から2つのことを学びました。1つは、現場主義という考え方です。 本当に現場で何が困っているかこれは自分で現場に行ってみて自分の目で見て耳で聞いて肌で感じなければわからないと思います自分で現場に行って課題を見つけて学んでいくそれが現場主義の考えですそして現場主義英語に直すともう一つ意味がありますボトムアップアプローチですこれはトップダウンではなく我々一職員であっても下から物事を変えていく下で学んだことを上げていって物事を変えていくという考え方です 一職員であってもきっとできることはたくさんあると思いますそういう可能性を捨てないでくださいそしてもう一つ学んだことがありますそれは私自身無力な人間ですけれども無力だったら多くのできる人そして連携できる人に共感を生んで一緒にできるようにするということです この時に私も最初の頃は情報だけを伝えようとしていました。こういうことをやりたい、こういうことをするという情報だけでは現場は動きませんでした。何が必要だったか、現場にこういうことをやって救急医療の現場を変えたいという情熱を伝えることで一人ずつではありましたけれども確実にこの仕組みに賛同してくれる人も増えました。情報ではなく情熱を伝えて共感を生むということが非常に大事だと思います。最後にもう一つだけ今回私は 少しでも私自身振り返ってみて思うのは私は救急医療の現場を変えてないと思うんですね。私が変えたのは自分自身の心構え指ですね正確に言うと指先です。この指先を私は最初はあなたに向けていました理解をしてくれないあなたが悪い協力をしてくれないあなたが悪いでもこれでは現場は変わりませんでした。 だから私はここの指を自分にに向けることししました医師が救急隊が協力してくれるためには自分が何をすればいいんだろう自分がどう変われば協力してくれるんだろうこういうことで現場は変わっていきましただから皆さん方もいろいろ困ってることあると思いますが他人に指を向けるんではなく自分に指を向けて変えられるのは自分だけだと思いますそして変革リーダーその指を最後は上に上げてほしいと思います 本来私たちは何かの目的があって集まり仕事をし一緒にやってたと思いますでもやっていくうちにいつのまにかあなたが私がとそういう力関係とか人間関係に振り回されることが多くなると思いますそうじゃないですよねもともと我々のやりたいこと目的はあったはずですだから変革リーダーは指をあなたでもなく私でもなく最後は上に向けて元々の目標にみんなを導くそういうことがまあ変革リーダーじゃないかなと思います これが私が自分で体験して、世界に広げたい、困っている方々に伝えたいアイデアです。どうもありがとうございました。